どうもタムヤンです。ファイナルファンタジー3続きやっていきたいと思います。キンキラの剣とかね、預けてあった道具を全部売りまして、ウィンドスピア、4つ買いました。龍騎士の武器ですよね。そしてドラゴンの塔に行きたいと思います。まあ、まだね龍騎士の防具とかは手に入れてないので、ジョブはねそのままで行きたいと思います。行くぞ。あ、なんか隠し、おー、隠し通路オンリーかこれ。え、なにこれ、難しいな。え、うわ、敵出てきた。ニードルモンキー、はじめまして。隠し通路お、マリー、あ、アサコレベル6まで使えるようになりましたね。さあ、ニードルモンキー先制攻撃。いや、空手が半端なく強いね。バイキング学者をしのぎますね、空手が。あ、いけた。こっちからいけた。オッケー、いけた。どうなってるこれ、ややこしいな。こっちからいけない。やっといけたなんかアイテムとかないか探しながらの、登っていく登っていく。ソーサラーヘルカンメイジ、はじめまして。どうしようかな、エアロ。あ、ファイラ使ってくる、やるな。しかし鳥の攻撃には勝てない。あ、ブリザラ、おお、強烈。空手が魔法に弱そうだもんね。エアロ結構効くね。空手家の弱点はあれだよね、防御力かな。おお、やばい。しかしあまりある攻撃力。あのコメントでね教えていただきましたけど、貯めるっていうのをすると、1回貯める、2回貯めるでね、かなりの攻撃力アップになるんですけど、3倍6倍って言ってましたかね。ただし防御力がその貯めてる間、2分の1になってしまうというね、諸刃の剣であるということですね。まあ、それでも空手がいいよね外せないね。上下に分かれております。下から行こうか。おー、ドラゴンヘルム、ドラゴンメイル、サンダースピア、フェニックスのドラゴンヘルム、サンダースピア。さあ、もうちょっとね、いきなりですけど、どうしよう。バイキング装備解除してマリエをね龍騎士にしようか。ちょっとね3人同時にジョブチェンジすると、攻撃がね弱くなる可能性あるんで。ウィンドスピア、サンダースピア、ウィンドスピアの方が強いんだよね。4本、うん、サンダースピア装備しましょうか。そ
そしてドラゴンヘルムとドラゴンメイル、オッケー、これでいこう。あんまり強くないけどな。いくぞ。あ、上にも宝箱ありました。ドラゴンメイル、サンダースピア、ドラゴンメイル、ドラゴンヘルム、これ4人分かな。あ、ドラゴンヘルム3つ、ドラゴンメイル2つ、オッケー。ということで、3人、とりあえずもう何もないよね、ここ。ということで一旦テレポで戻りましょう。テレポで、ちょっとガルーダのとこ行く前にね、龍騎士でちょっと雑魚キャラ倒して、ちょっとウォーミングアップしましょう。さあ、準備運動しましたよ。ジョブ熟練度をね、2まで上げました。3人の龍騎士行きましょう。相変わらず戦ってるね。おお、これはアルス王子、中に入れるのだ。あなたは追放の身です。中に入れるわけにまいりません。何、王様が通せと言っておられるのか。はい、アルス王子、失礼いたしました。どうぞお通りください。勝手に動いてる。今夜はここでゆっくりお休みください。明日王様がお会いになるそうです。なんだって、ゆっくり寝れるわけないじゃないか。アルス寝てるのか。父上はどうしてしまったのでしょうか。私のことを愛してはいないのでしょうか。子供を城の外に追放するでしょうか。王子、愛していますとも、子供を愛さない親がどこにいるでしょう。きっと何か訳があるのです。そうでしょうか。明日王様に会えばはっきりしますよ。なんだか怖いな。王様がナイフを持って襲ってきた。王子、死ぬのだ。父上、何をするのですか。大臣ギガメスが現れた。さあ、何をしている。王子を殺せ。王様は自らをナイフで刺した。父上、もうこれでもう操られんぞ。お前の思うようにはさせん。くそ、ならばまとめてあの世へ送ってやる。死ねえ。待て、俺たちが相手だ。何、小賢しい奴らよ。ギガメス、ガルーダ出ました。さあ、町のみんなのね、情報通り、ここはジャンプしましょう。ジャンプ、鳥もジャンプ、マリエもジャンプ。アサコは、そうだね、空飛んでるからエアロしちゃいましょうか。エアロ、ジャンプ、ジャンプ、あー、雷来たー、すげー。エアロ、あんまり効かない。ケアルラの方が良かったね。しまった。ケアルラ、マリエ、おお、388、トリ683、ミスーあ、タイミング悪いところで今雷された。最悪だ。ジャンプ、ジャンプ、
ジャンプ、そしてケアルラ。あー死んだー、なんだーめっちゃ強いやん。フェニックスの王あったかな、あるね。あ、ミス。何してる。あ、そして雷。ガルーダ強っ。タブヤンジャンプ。アサコのね、あのあれだね、素早さがないのがきついね。ケアルラじゃなくてどうしようかな。フェニックスの押しようか。ジャンプ。アサコは雷耐えられるんだけどね。ジャンプ。ケアルラ。あー強すぎる。タブヤン一人になりました。しかもフェニックスの王はなし。くー、ウィンドスピア。ジャンプ。よし。そして降りてきて攻撃してのジャンプ。よし、この繰り返しだヒットポイント1のタブヤン。おお、クリティカルヒット。ジャンプジャンプ。あー、やられたー。久しぶりに全滅です。どうしよう。さあリベンジ行きましょう。もう一度並べ替えでね、前衛に3人ともいたんですけど、後衛に後ろからジャンプすることにしてみましょう。ジャンプだったら後方からも攻撃できるんじゃないかな。それからアサコもね、ちょっと武器が足りないんですけど、アサコね、サンダースピア1個だけですけどね。あとドラゴンヘルムしか持ってないんだよねそれでもね、ちょっとアサコも参戦しましょう。さあ4人でジャンプどうなる。ガルダ、あー、もういきなり雷受けてる。しかも後衛でも前衛でもダメージは一緒じゃね作戦失敗か。後衛だと、あ、ミス。後衛だと攻撃力下がるのかな。あ、ミス。あ、攻撃力全然ダメだ。これは失敗ですねそうなんだ、前線前衛にいた方がいいんだね。 OK、 ちょっともうやられちゃうな。これは試しにあのアイテムを使ってみようか。ブラックホール、大地のドラム、ボムの右腕、亀の甲羅。あ、亀の甲羅は守備力アップか。ボムの右腕、大したことね。学者が使わないと意味ないのかな。学者はアイテム効果、防御力アップ。あ、大地のドラム全体。あ、全然効かない。ダメだ終わったな。これ前衛の方がいいっていうことか。やり直しましょう。さあ行こう。3度目の正直。前衛に立ちましたよ。さあもうね、雷との運試しですね。これ雷をいかに避けられるか。ジャンプジャンプ。あー早い。くそー、レベルが低いっていうのもあるんでしょうね。レベル21ですね現在。おー、1200与えたよ。一体ヒットポイントいくつあるんだこいつ。よーし、ミスなくしにいってる。4人目、マリエ外れ。さあみんな雷受けずに急いでジャンプするんだ。急げ、鳥ジャンプ。
あそこ、タブヤンと、タブヤンも行け。よし、行った、もう一人。あー、マリエが捕まったマリエー、あー、やばい、先に雷してほしいんだ、ここは。あー、雷、最悪。クリティカルヒット、どうだ、600、倒してしまえ、もう。400、行け、ダメだ。お、降りてくるときは雷受けないんだ。オッケー、それいいね。さあ、回復してる余裕はないですよ。全員ジャンプする。あー、終わったー。マリエ死んだー。鳥かろうじて生きておりますあと3人、最後まで諦めるな、みんな。よし、もう倒していいんじゃね。ダメなの。あー、タブヤンが痛恨のミスさあ、飛び立つ時ですよもう飛び立つ時にやられる。はじめの一歩のカエルジャンプみたいなもん。あー、直接攻撃してきた。よーし、やりました奇跡が起きたー。トリドマリエ、ごめんね、やっつけることできました。父上、お、我が息子アルスよ、わしは大臣ギガメスに長いこと操られていたのだ。お前はもうわしのことを許してはくれぬと思っていた。だがこうして戻ってきてくれた。そのおかげでまた自由な魂に戻れたのだ。おう、アルスを頼む、わしの後を継ぎサロニアに再び平和を。う、父上、愛しているアルスよ。アルス王子、タブヤン、ありがとう。私は一瞬だが父上を疑ってしまった。そんなことはありません。あなたは父上を愛していた。私は父の後を継ぎこのサロニアの王になろうと思います。それが父上の意志です。本当にありがとう。あなた方のおかげで大臣ギガメスを倒すことができました。アルス王子、しっかり。はい、ありがとう戦士たち。あー、鳥とマリエ死んだままアルス王子一人で行ったな。いやー、強かったね、ガルーダ。でも竜騎士以外には倒せないんじゃないかな。どういたしまして。私の歌を聴きなさい。命令口調なんだよね。ノアのリュート、夢の世界にも届くその音色、今は静かに時の神殿に眠る。あー、ノアのリュートが時の神殿にある。夢の世界にも届くっていうことは、なんか寝てる人を起こせるんですよね。時の神殿、どこにあるんでしょうね。この塔の1階に宝部屋への隠し通路があります。そうなんだ。神の怒りに触れ海に沈んだ神殿、サロニアの南、日本角の下に眠る。ちょっとメモしておこう。サロニアの南、日本角の下に神殿があるんだね。これが時の神殿のことなのかな。王子、平和にしてみせますか。お、頑張れよ。何でも使ってください。おっと、王様の許可出ましたよ盗賊家業がちょっとね。この
サロニアには隠し部屋があります。魔導士の部屋の右から2つ目の壁を調べてみてください。ということでね、今回はちょっと、ガルダに疲れましたので、この辺で区切りたいと思います。隠し部屋が2つぐらいあるみたいだね。ということで、サロニアで多分城下町もね、お店もう開いてると思うので、買い物なんかしながら、次のところへ向かいたいと思います。それではまた、さよなら。